アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタバーバラに面した太平洋上に浮かぶヤグラ構造で赤白配色の安全水域等不評画面に映っていないが最高所には安全水域を意味する休憩の赤い頭表が掲げられているはずであるカリフォルニアアシカとカモメが休憩場所として利用しているのが見える2008年撮影上に同じく カリフォルニア州のサンディエゴ湾内に浮かぶ、ヤグラ構造で赤い右幻等浮標、右幻を示すために掲げられている、はずの赤い三角水系の頭表は欠損しており、その直下に、透過装置が見える。やはり、カリフォルニアアシカが休憩場所としている。2004年撮影。北イタリアのガルダ湖に設置された小型の明かり浮標、2011年撮影。明かり浮標は、 照明機能を備えた浮標であり、航路標識の一種である。日本では、昼間は赤色三角を盛り、緑色円柱黄色バツ等の頭標の形状で、夜間は、灯下で、付近を航行する船舶に対して、航路を示す目的をもって水域に設置される。岩礁や浅瀬など、航行の障害となる存在を知らせる役割も果たす。 設置と改修は主に雪氷船によって行われる。日本では2012年3月末に海上保安庁の雪氷船、銀河が解約されて、以後民間企業に設置を委託している。標体の塗色、透過の色などは目的に応じて決まっており、万国共通である。怒りと連結されていて推定に固定できるを基盤としており、その上に上の構造物を立て、 柱の上部に照明器具が取り付けられている。小型や中型では明かり高がそのまま設備工である場合が多いが、大型の場合、透過装置は柱表の直下に取り付けられる。中上の構造物は水面上部の高さが1メートル前後から2から3メートル前後に止まる、比較的小さなタイプでは、鉄製の防火。 あるいは軽くて細長い棒である場合が多いが、高さ3メートル前後から10メートル近くに及ぶ、ものまでを含む大きいタイプでは、鉄製の矢倉構造になっている。また、1メートルに満たない最も小さいタイプでは、中上の構造物はなく、透過装置は二重に近づけされ、透過装置の高さがそのまま明かり高及び設備庫となる。照明器具は、発明された当時は、ガス灯であったが、 時代とともに、電球型照明、LED 型に置き換わった。当下の点灯に必要な蓄電池や電球、イカリア表そのものの交換のために、節氷線を用いて、定期的にメンテナンスが行われる。日本では労力を軽減するために、FRP 製構造体の採用や太陽電池、および、高性能バッテリー、LED 製の発光器などの採用を進めている。 事故や災害などによって東大が機能停止に陥った時、明かり不評が代替設備として設置されることも多い。また同様に通常時より警戒を要する状況下では、簡易部要より視認性の高い明かり不評に交換するということもよく行われる。例えば、日本で2011年3月11日に発生した東日本大震災では、 大津波によって多くの灯台が破壊されてしまったが、再建されるまでの数年間は灯台に変えて、沖合に設置された明かり不評が、航路の安全を担保することになっている。太平洋上に常時設置されていた簡易部や、明かり不評も幅広い海域に襲来した津波によって多くが移動してしまったほか、故障や流出を知ってしまうケースも少なくなかったため、それらを設置し直す作業、より大型で、 効力に優れた明かり不評への置換作業、及び、簡易部位から明かり不評への置換作業と合わせて、灯台代わりの明かり不評の設置作業も行われた。これらの作業は、応急復旧、仮復旧、本復旧という手順を踏んで実施された。なお、緊急もしくは暫定的の設備として利用される、類似のものとして、灯台線があり、これも、 船ではあっても通常は推進機能を持たず、明かり不評と同様、怒りによって固定される。ニルスグスタフ・ダレーン・ダレーン式灯台などを発明した人物で、1912年には灯台や明かり不評などの照明用ガス貯蔵技用の自動調節機の発明で、ノーベル物理学賞を受賞している。ありがとうございます。